はバックドロップ、スピード、テクニック、パワーと全てを兼ね備えていた。昭和28年12月6日、力道山はハワイのシビックオーディトリアムでそのルーテーズと世界ヘビー級選手権試合を行ったのである。いよいよ試合が開始された。61分3本勝負。力道山は果敢にテーズに食らいつき戦いを挑んでいった。テーズは必死の力道山をそのテクニックとスピードで軽くあしらってしまう。2人の実力の差は明らかだった。敗北だった。